ソニーシェールはアメリカ合衆国の歌手ソニー・ボーノとシェールによるポップスデュオ。1965年のデビュー以来、夫婦デュオとしてヒット曲を連発し、1971年からは冠番組を持つテレビタレントとしても人気を博したが、1975年に離婚。翌年に冠番組で最強演し、バービー人形風のソニーシェール人形が、 大ヒットするなどしたが、1977年の番組終了とともに活動を停止した。代表曲は全米1位を獲得した I g o という u b シェールはソロ歌手として成功し、2000年には世界的な大ヒットを記録した Believe でグラミー賞最優秀ダンスレコーディング賞を受賞した。また、女優としても1980年代に、 カンヌ国際映画祭女優賞、アカデミー主演女優賞などを受賞した。ソニーは俳優活動などを経て、1988年にカリフォルニア州パームスプリングス市長に選出。1994年にはカリフォルニア州から会議員に選出され、著作権延長法の立法などに尽力したが、1998年1月5日に、 スキー事故が原因で死亡した。同年制定された著作権延長法はソニーの功績を称えてソニーボの著作権延長法の異名が付けられた。2016年、アイガッ you, b a がグラミー賞伝道入りした。ありがとうございます。